中山競馬場第9レース浦安特別、3歳以上2勝クラスタートの 1200m 戦出走馬16頭強い日差し、そして強い風が吹いています、中山競馬場。 バックストレッチ向かい風直線追い風。少し風の勢いがさらに増して。芝コースの草がその風に煽られてそよぐようになってきています。出走馬16頭最後16番東海ファクター。収まって係員離れます。スタートしました。 大外16番東海ファクター好ースタートを切りました、1馬身、1馬身半抜け出しにかかります、足元ダートに変わりまして、内から1番アリススプリングス、この2頭の先行争いになりました、間に10番、海太郎3番手、9番、ネオレインボー4番手、追って12番のマイアミレット、13番、ラックスアット・ゼア、高位、外目先頭まで6馬身ぐらい、内2番のダルダヌス、その後と2馬身差。 14番、スカーレット・ジンクその後に7番のウィン・ダミア外から11番のオカリナ、2バシンがいて15番、ポピュラーソング後方に構えて6番、レゴリスさらには5番、グアドループ3コーナー回っていきます、これをかわしていこうと8番、レイテントロワー 600m34 秒2で通過3番、ロイヤルソウル4番、リッキー・マジックと続いています。3、4コーナーナ中間 行き切りました、16番東海ファクターリードは2馬身2番手、外に10番、海太郎内に1番、アリススプリングス追って9番、ネオレインボー第4コーナーカーブ直線コースに向かいました先頭、16番、東海ファクター。 4馬身のリード、2番手を10番、海太郎、9番、ネオレインボー、打ちを救ってくる2番、ダルダルス、進路を探して14番、スカイプ・ジンク、外からは12番のマイアミ・レット13番、ラックサツジアですが、先頭、粘りに粘る16番、東海ファクター、一気に2番、ダルダルスが詰め寄ってくる、外からは8番のレイテントロワーも追い込んできたが、2番のダルダルスが抜け出してゴーリン、2着争いは8番、レイテントロワーに、大外4番、リッキーマジック、一気の追い上げ、打ちでは粘って16番、東海ファクター。 この辺りはずらり横に広がっています 2>, 2番のダルダヌス戸崎圭太騎手連勝で今日三3勝目時計1分11秒6一旦は16番の東海ファクターが大きくリードを取りましたが急坂の松中山残り100を切ったあたりで2番のダルダヌスが先頭に立って最後は8番のレイテントロワー4番リッキーマジック これらが追いい込んできていました2着争いどうでしょうか時計1分11秒6ゴールまでの 800m49 秒メ6 0 0 m 3 7秒4です2番ダルダヌス先着2着争い際どい勝負は8番レイテントロワー優勢か外4番のリッキーマジック両ジョッキーが目線を合わせる2着争いはうちわずかに8番レイテントロワー残しているようです4番リッキーマジックが3番手 見せ場たっぷり16番東海ファクター4着争いで3番のロイヤルソウル差がなく5番手に移ります2番のダルダヌス好相性の中山だと 1200m 戦一気に抜け出ました戸崎啓太騎手は6レース8レースに続いて今日3勝目2連勝で今日3つ目の白星 1>, 今1着2番ダルダヌス2着8番レイテントロワー3着4番リッキーマジック4着16番東海ファクター5着3番ロイヤルソウルと着順点滅が始まりました確定までしばらくお待ちください